うちら日本国民はちょっとしたたかにならなあかんねんで。毎日新聞2023年7月8日 AB さん失った自民、崩れた党内バランス、支持離れ、地盤沈下恐れも、これは毎日新聞の有料記事で、願望記事でもあんのかな。でも岸田の風味ちょっと残念やから、支持離れもあるやろなって心配していますが、残念ながら我々日本国民には自民しか選択肢ないねんで。記事によりますと、自民の最有力者だった元首相の AB さんの死去は、政界の勢力図を一変させた。最大派閥の AB さん派や保守派は指導者を失い漂流している。岸田の風民首相は政権運営で主導権を握りやすくはなったが、強い求心力を持った AB さんの不在は党全体の支持離れや地盤沈下につながるとの懸念が出ている。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきて、うちら日本国民には自民しか選択肢がなくて、他の政党に政権取られると、あり地獄、這い上がられへんねんなって、確信しました。それをやる前は、自民のこと大嫌いやってんけど、我々日本国民には、残念ながら自民しか選択肢なかった。ということに気づいて、あら大変。でまずブログを始めて、ついついやって動画を本格的に始めたんですけど、周知拡散力が年々落ちてもって、言の論の段の圧がものすごく激しくなってから、動画作り風景と漫談にしてから惨憺たる結果やねんけど、再生数ボロボロやねんけど、とりあえずやり続けるしかないな。どうしていいのかわからんけど、言い続けるしかないんやんな思って諦めてやってんねんけど、先人の書を紐解きたくなったんが、社会統計の実にお偉い、肩書きが立派な、素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、毎度毎度、政治学者ってこの程度でなれんのかいな。社会党って一体何なんっていう疑問がふつふつと。その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をして、あれ社会党信奉者ちゃうかったんと思ってんけど、もともと社会党も友さんの党も第二インターナショナル時代は同じ組織やったっていうことが分かって、あ、なるほどね。だからあの時理不尽やってんねーって納得しました。友さんの党員として生きる宣言をした時にそれは思ってんけど、赤丸クソ的なものってほんまにあかんねんなって。社会統計の先生、昔から知っててんけど、会うたび同じ話しかせえへんやつやな思っててん。私プライベートでですね、いてこましたやつがいまして、社民の先生に相談しようと思って、その社民の先生と一言喋って、うわ、キモ、時間の無駄や。国会議事堂見学しに来たっていう気持ちに切り替えて、ふらふら楽しんでたんですね。そしたら携帯が鳴って、あの社会統計の学者さん担当してくれへんって言われて、ええで、今な、国会議事堂におんねんって会話したん思い出すねんけど、いてこましたい問題に取り組む頃から、私、真実優子っていう決体な名前で、覆面をやるように、仕向けられてるような気がしてんけど、引き寄せの法則。私ですね、10代最後から、ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用にハマりまして、自然とご都合主義、潜在意識の活用をやってた。あの仕事やりたい、この仕事やりたい、あそこ行きたい、これやりたい。って結構叶えてきたんですね、転職後。東京行きたい思って、行って、半年で諦めて帰ってくんのちゃうかな思ってんけど、20年近くなんとかなったからね。潜在意識の活用ってすっげーって無邪気に思っててんけど、この潜在意識の活用、ジョセフ・マーフィー先生が後に政治のからくりを教えてくださった。私には困ったことは起こらない、とんでもなことが起こっても転んでもただで起きへん、足をすくわれたりはめられたら、はめ返すし、問題は白日のもとにさらして、業界内で始末してもらう。地獄の果てまで追いかけんで、って思っててんけど、仕返しって楽しいから、ちょっと痛い人のように言うけど、知りたいことは瞬時にわかるって思い込んでた。締め切りまでに、このネタ調べ上げられる、なんとかなるって信じて疑ってなかったんけど、ほんまにないもの以外は、スッと出てくんのね。潜在意識の活用ってすげーって思っててんけど、ジョセフ・マーフィー先生がニュースオートの牧師と知らずに。で、
インターネット SNS では日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳が繰り返し行われてて、民主政権になった頃についつい始めてんけど、ツイッター日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中って AB さん持ち上げて自分たちの意のままにしようとしてんのちゃうやろか。多分きっとそうやわ。 AB さんが T1 教の会とつながっているっていうのは昔から知ってて、 AB さんのことを調べると T1 教の会が必ず出てきて気色悪いな思っとった。でも AB さんってガチガチの問題に取り組んでて、その時は T1 教の会の連中鳩山の幸男のところにおったんですよ。ミンスの AB さんが T1 教の会を避けていたソースはジャーナリストの有田の吉津先生の過去のブログ。 T1 教の会の関係者室井の国彦は今現在維新にいるんですね。ミンスから出馬してミンス辞めて維新に移ってんけど、この問題は宴会ってなってんねんけど、室井の国彦っていう議員が T1 教の会の関係者であることのソースは新聞赤い旗、トモさんの新聞機関紙、トモさんは共産だってさ。 T1 教の会は反トモさんを掲げた収納教で、新聞赤い旗は目の敵にしてそれを暴いて新聞に載せてんねん。でも AB さんが昨年お亡くなりになってマスコミの連中赤いから AB さんイコール T1 教の会ってやりだしたけど、その関係者維新にいる、それ分かってて何も言わへんってすごいよね。卑怯やなって思うねんけど、私は卑怯な人に見習って、私自身もめっちゃ卑怯者やから、ええねんけど、戦いにおいて、綺麗とか汚いとか、どうでもええのよ。汚い手を使ってでも追い詰めないとねって思うタイプやね。愛は地球を救うっていう偽善は大嫌い。その優しさが命取り、愛なんて綺麗な言葉で搾取されるの嫌やん。AB さんのおじい様、キッシーさんは T1 教の会のせんべいみたいな名前のおっさんと組んだでしょ。あれは、せんべいみたいな名前の教祖が、反トモさんを掲げて、キッシーさんのところに現れて、反トモさんやったら誰でもよかった時代。あれは、組みなさいって言われたんや思うで。私たちが見せられてるものって、おそうめん劇場の一つの物語。おそうめんが描いた物語やと思って観察してみると、しっくりいきますよ。私が自由なおそうめんや、おそうめんがおそうめんって言ってるやつは、自由フリーおそうめんメイソンなんですね。インターネット SNS では日本人であるならば保守でないといけないってやってて、日本で保守論客で活躍できる連中ってお隣の国の宗の教のメディア T1 教の会のメディアで活躍できる連中、 AB さんゲアしてこれは T1 教の会の保守言うてる連中と仲良くした方がええんかもしれんって思って国発展思うねんけど、私はリサーチをして民主政権から地味に戻してもらわないとあり地獄やな思って、立ってるものは親でも使えへん言うやん。だからカルトでも使って戻してもらって、日本国民が目覚めて今までありがとうねってもういいよ言うてさよならってするよう仕向けたらええんちゃうのって思ってた。したたかに生きないとね。保守保守うるさい人たちって他の国の気の毒なこと、かわいそうなこと浮上させて、かわいそうでしょ、気の毒でしょ、なんとかしてあげないとって思わせようって必死やったんや。で、自民を支持しているふりをして、比例は別の政党に入れさせようって頑張ってて、比例は次世代がなかった次世代とか、日本のコロコロとか、保守の鏡とされる夫婦おったやん。旦那の方が麻生政権下ぶち壊そうとした第一人者。日教祖が悪い言うて、なんでそのところでいきなり日教祖が悪いって言うてんやろって思ってて、単なるおバカさんなんかなと思ったら、ぶち壊せって指令が出たんかな。あの夫妻ですね、あの時の猪木やったっけ、プロレスラーの。あの金ちゃんの国によく行ってらっしゃった赤いスカーフを巻いて一緒に夫妻も演説しててんけど、こいつら赤やんけって私は思いました。日本のなんかをなんかしたいと、日本のコロコロで今の3なんとかっていうところに移ってんのちゃうの、その支持者言ってるよね。結局中山夫妻は40年別居してて、旦那の方は再婚してんやろ。デイリー新潮、2022年12月14日中山の京子、成明夫妻が離婚していた本人も認め、40年前から別居状態、成明は50代女性と再婚か。保守ってそんなもんなんやろな、その程度のもんなんやろなって、私は保守のくせにとか
同じ保守なのに考え方が違うんですねとか書かれるとイラッてしてて、保守ちゃうわ、カルトと一緒にせんといてんかと思ってました。保守言うてる人たちって収納教系、セミナー系、マルチッチっぽい匂いするな思って見てて、多分きっと入層と運動の一つちゃうやろかって見ててんけど、10代後半でジョセフ・マーフィー先生の著書にハマり、20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言うんで、行ってきて、キモと思って帰ってきて、トイレ休憩。そこから私はスピリチュアルウォッチャーなんですよ。信じる信じない別として、見とこう。うわ、気持ち悪いって結構多くて、ようこれにハマれるなって思うやつもあんねん。でも、入層との入り口は正しいと思うねん。見えないものを否定するのもおかしいと思うし。30超えてから、ジョセフ・マーフィー先生の翻訳家の一人が、マルチ商法、催眠療法の基礎を作った島津の高一であることが分かった。だから、アムアムとか、入層とみたいなこと言うてんねんやと思った。偏見の詐欺師と仲良し小良しやったおっさんらしいねんけど、もう一人謎のおっさんがおって、大島の純一。今この人何やってんねやろと思って調べたら、大島の純一さん、ちょうどカミングアウトしてた。T1 協の会&お幸せ御用達の教授、渡辺の正一先生。ああ、なるほど。だから、渡辺さん、T1協の会の世界の日報絶賛する記事書いてはってんや。怖って思ったものでした。保守の代表格みたいな女性、ニュースキャスターとかやってた人が、クリスチャンサイエンスモニターっていう新聞社勤務やってん。クリスチャンサイエンスモニターって T1 協の会の世界の日報と提携してて、あ、だからあの方 T1 協の会の千日クラブで活躍しててんや。実はそれ発見した十数年前から一切どのような発言をなさってるのか見てない。昨日 AB さんのなんかの発起人になってたみたいやけど、それすら見てない。それはそれ、これはこれって見ないようにしてるんですね。情が映ったら嫌や、めんどくさいやん。クリスチャンサイエンスってどんな収納教なんかなと思って調べたら、ニューソートの基礎になった収納教やって、あ、なんや、ニューソートやんかやってんけど、もう一つモンモンもおるよね。7つの習慣っていう自己啓発書いたんがモルモンやねんけど、今はモルモンって言うんじゃないんやでみたいな、今日の会の名前に変わってんねんけど、モルモンやんって。モルモンってマルチッチなユタ州発祥やから、ちょっと私クワバラクワバラやねん。政治の世界は地味猛量、いろんな妖怪がいるから、こっちもしたたかに自民しか日米同盟と資本主義守られへんねんから、資本だけが自由に楽しく生きられんねんから、他の国の気の毒なことなんてどうでもいいから、うちら日本国民は資本主義と日米同盟だけ死守する、それには自民しかあれへんねんって周知拡散すべきやわ。